さあ始まりました、靴下屋チャンネル。今回のゲストはワンセブンライバーのマナさんです。マナさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。マナさん、はい、春ですね。春です。春といえば何を思い浮かべますか？もちろんエイプリルフール。エイプリルフール一番なんですか？エイプリルフールから始まりの春じゃないですか。そっからどんなことが、花粉症。花粉症ね。花粉症、はい、春といえばやっぱり色とりどりの花、これですよ、やっぱり。というわけで今回は春にぴったりな花柄ソックスを見ていこうと思います。なんとこちらが花柄シリーズのアイテムでございます。春ですね。春らしくていいですね。今回はですね、5種類花柄ソックスご用意しましたので順番に見ていこうと思います。皆様もぜひお気に入りの一足見つけてみてください。見てください。はい、まずはこちら、アメリブバックリボン小花柄ソックスです。カジュアルな小花柄ソックスで春らしい淡いカラーがポイント。リボン付きのバックスタイルが可愛いアイテムです。靴下屋ではこういう小さい花柄を小花柄って言うんですけど、すごい可愛らしくないですか？可愛いです。これ何種類あるんですか？色1、2、あ、柄のね、あの靴下のじゃないんですね。僕のやつだと5色ぐらい入ってそうですよ。私は3色いや、そんなことないでしょ。多分一緒だと思いますよ。次はこちら、フラワージャガードソックスです。大きなお花がポイントのポップなデザインで、1年を通して履ける綿混のジャガードソックスになってます。厚手すぎないので様々な靴に合わせやすいアイテムです。先ほどとは変わって大きな花柄になりましたけれども、マナさんどうですかね？この色がとても可愛いです。いいですね。ベース水色でね、ちょっと濃い青の花柄、可愛らしい。履かなくても家にあるだけでキュンキュンしちゃう。お、ディスプレイですか？ディスプレイ。すごい斬新。足型ですね。あれに飾ってこうやって後ろに背景にして、マナさんのバッグにってことですね。なるほどなるほど。次はこちら、フロートボタニカル総柄ショートソックスです。フロート編みの繊細なボタニカル柄のソックスです。柄は華やかですが配色は落ち着いた色味なので、コーディネートに馴染みやすく履きやすい柄デザインとなってます。これめっちゃ可愛い。可愛いですよね。これレトロって言うんですか？レトロ感ありますよね。フロート柄なんでちょっとこうね、ポコポコした感じに表面がなっていて、凹凸がねありますよね。かわいい。かわいい。次はこちら、アメリブお花ソックスです。アメリブベースの花柄ソックスです。この足底にロゴが入っているので、スニーカーはもちろんサンダルなどにも合わせやすい一足となってます。ちょっとね、先ほどまでの花柄と雰囲気が変わって、花柄のこのお色味とかもね、かわいいですね。ね、さっきまでとちょっと違う感じで、実際の本当のお花の色ってっていう感じではないんですけど、はい、その感じがまた可愛らしくないですか？可愛い。すごい溜める。すごい溜めましたね今。でしかもね、こう手書き帳な感じでね、また全然雰囲気の違った一足になってますね。はい、もわい。もわい。最後はこちら、チュールフローラルレースショートソックスです。アンティークの花柄レースをモチーフにした透け感のあるショートソックスですね。白とベージュはフェミニンに、その他の濃い色は大人っぽく、色によってさまざまなスタイリングに合わせていただけるアイテムです。こちらの靴下は、はい、結構靴下屋でも昔から人気の商品で、はい、このシースルーの透け感のある感じと、そこからこう浮かび上がるようなこのレース柄がね、すごく可愛らしいデザインですよね。僕のね、持ってるのはこのゴム口とかつま先のところが明るめのグリーンなんですけど、レース部分が白になっていて、これだけちょっとこういうツートーンの配色になってます。さあ、すべて見てきましたが、マナさん、お気に入りの一足は見つかりましたか？選べるわけないじゃないですか。だってこれはサンダルに合うし、うんうんうん、これはハッピーフラワーのところがサンダルに合うしけど、はい、一足ということなので、はい、一足ね、一足一足ということなので、はい、おー、こちらフラワージャガードソックス。はい。お、これを選んだポイントはどこだったんですか？大判の花柄、この中で唯一大判の花柄。確かに確かに、可愛いピンクで白で、うんうん、
なんかシンプルな服にも合いそうだし、うんうんうん、確かに確かに、なんか柄は大きいんで確かにシンプルな格好も合いそうですし、色使いがねこれ逆に2色でツートンカラーなんで、そうそうそう、拾いやすいですよね。そうですそうです、確かに確かに。皆様もお気に入りは見つかりましたでしょうか。皆様の足元にも春を届けられたら嬉しいです。今回は花柄ソックスをご紹介しました。ご紹介したアイテムの他にも花柄アイテムがたくさんございますので、ぜひ概要欄のリンクよりチェックしてみてください。見てね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。チャンネル登録と